法改正は法改正で、相当これ、体力使いますね。我々 の、 そのスタッフも含めて体力使います。で、皆さんがいくら協力してくださるといっても、やはり法律を変えるというのはすごく大変です。で、そのエネルギーを今燃え盛っているオミクロンに対してはですね、そのエネルギーを先よりそれに対応することに力を使った方がいいというのは私の判断でございますが、可能性としてゼロではないということは、まあ、その通りなんではないでしょうか。ありがとうございます。私が今日冒頭ですね、国会のあり方を変えたいとこう申し上げたのはまさにそのためなんです。要は政府はもう大変です。だからこそ私たちは、じゃあ例えばオミクロン株に対応した感染症法あるいは特措法の規定にちょっとこう微修正するぐらいね、それは僕らでやりますよ。だから別にそれを政府として了とするかどうかは、でも立法府として私はやったらいいと思う。だから内閣委員会でね、特措法を持ってるんだからね、田原先生、ぜひこの自由討議の時間を作る。で、自由討議の時間って何かというと、テーマはオミクロン株対応だと。立法府として、国権の最高機関として国民が困ってるんだから、どうやったら特措法、感染症をもっとよくできるのかということを自由討論で、ね、もう立憲民主党は憲法審査会と一緒でね、来なくていいから。いや、来なくていいですよ。だって、大阪のことをあげつらうような人に、ね、そういう心のない人たちが、そんな入る必要ないですよ。与党と維新の会と国民民主党と、あとは何か分かんないけど、でやりますから。だから委員長ね、だから私は真剣に、国会の生産性が低いことがこの国のさまざまな問題を生んでると思ってるんです。だから政府与党だけではなくて、何当たり前ですよ。私たちは国民からの負託不規則発言にはできるだけ反応されないようにお願いしたいと思います。ちょっと終わってからやりましょう。終わってから、委員長ね、私は本当にそう思ってるんです。だからぜひ与党と心ある野党の人たちで、もう政府に入ってない人たち、平さんなんか力余ってますから、ぜひ立法府としての責任を果たしていくために、そうした自由討議、テーマを決めての討議の時間もですね、作っていただくようお願いして質問を終わります。ありがとうございます。